なんで。トラって書く。できます、あなた、その前に。そもそもそんなデザインアート。なんか髪の毛の量が多くてな、まとまらんのよ。え、なんかすごい反ってない？うん。私前そこまで反っとる？うん。うわぁ。顎長いな。久しぶりやわ、父さん、これ。うわぁ、あ、絶対それ違うよね。全然違うとこ反ってない？なんか長い髪の毛いっぱい落ちたよ、今。全然違うと。こっちの方が髪の毛の量多くない？そうなんやって、それな、言いたかったんやって、なんかもう。こっちの髪の毛の量多くない？じゃあこっちバッサリ切ってもいい？え？ここにホクロあるわ。え？ここに。お任せでよろしいですか？あの、恥ずかしくないやつにしてくださいね。私一応これでも社会人なので。痛い。耳。耳あるだろ？私だって。ないわ。痛い。わかんないやろ。何が？サッタン。いや、わかるけど。こうしたら見えるけど、ほら。で、だから恥ずかしくない感じに軽くしてくれたら嬉しいなと思ってるけど、でも36歳。冬。あの、これちょ、なんでそんな大胆に切ろうとするの？なんでブロッキングせんの？しょ、何をしょん？こんなもんかなと思って。髪の毛傷んでますね。パサパサですね。違いますよ。あなた、節穴ですか？いや、なんで取ったのって。髪の毛入るよ。髪の毛、髪の毛、入る。入るから。入るやん、服の中、髪の毛。今日切りにくいな、あんた。肩上がっとるんやな、姿勢悪いな、ほんま。座高が高いもんで。どうせよいや、私に。切りにくいな思ったん。顎当たってます。はあれ持っとって。それ回しとく。じゃあ後ろ撮ってみましょうか。後ろも汚いでしょ。こういう風になってます。こうなってます。悪いものをね、断ち切ったっていうことでね。新年早々残ってますけど。ちょっと店員さん、カリスマ美容師、カリスマ美容師、ここもなんかカリスマ美容師、ここなんかちょっと残ってますけど。これ残しとんねん。何が残すの？何残すことがあるの？何が残ってる？めっちゃ上手だよ。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。Yeah.